こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。キラハンたち始めていきましょう。もうランプは起きてるかな。まだだよね。入れていくかな。行ってきます。待っててね。じゃあ行ってきます。新しい振り付けを思いつきました。見てもらえますか。ありがとうです。とても助かりこれ300超えたので召喚できますね。おはようございます。今日も頑張りましょう。開きますよ。なんか来る？お、来る！いきなり星号だ。かしこみかしこみ、お頼み申す。です。お、来た！アロハ、ツバキ。お、いいですね。これ星音か。神崎秀里。あれ？まだある。その後ヒットせず。私は椿。本当はうららなんだけど、こっちでは魔法使いらしい。悪いけど私ずっと部屋で研究だけしていたいんだ。用があっても呼ばないで。すごかったです。次回も頑張ります。ありました。時々召喚を行いましょう。なんだろうこれ。行ってみましょう。それでも取れないかな。いや、そんなことはないですね。次回も頑張ります。またいつでも来てくださいね。おはようございます。今日も頑張りましょう。
ということで、ハルハラツバキゲットです。チアたちの師匠、実は彼女が裏だった。キララファンタジア始めよう。まあまあかな。休日の小林さんみたいに気だるそうですね。これは興味深い結果だ。どうだ、しつこいな。やっぱ変わります。荒事は好きじゃないんだけど、外出るの久しぶりだな。これでどう？弱気はダメだよ。協力してよ。たまには本気を出してみるか。邪魔をするな。だから外に出たくないんだ。もうダメ。私は帰る。ああ、疲れた。いつの世も記載は理解されない。いつの世も記載は理解されない。ん？何かした？クエスト行きましょう。つみきさんたちの密談。二次の美晴です。萌田さんや勝木さんの担任教師です。ポイント。よかった。そうだよな。ああ、だが。だが？悪くない。あら？そうだな。泣いてる。ん？二次の美晴です。萌田さんや勝木さんの担任教師。はーい、皆さん席についてくださいの。やってみるか。積木さんたちのクラス担任さ。さて、イタリア夏の一幕2021収集クエストいきましょう。土属性は草属性が相手です。風属性か。
私もお供させてもらうわね。これはちょっと怖いかも。まだ青汁のおまんじゅうが残っているの。いける。ちょっとだけ痛いのをお見舞いしますよ。これでどうです？皆さんのやる気をアップします。フレーフレー、いける。うまくできるかな。お願い、間に合って。いっそ気を引き締めなくては。立ち止まらず諦めないで。動きが鈍いぜ。殺したい。きっと大丈夫。準備 OK。 くそ、よし。私にかかればこんなもんよ。次、中級。私に任せときな。これはちょっと怖いかも。フレーフレー、動きが鈍いぜ。これでどうです？くらえです。あー、倒しちゃいますよね。最後、超級です。私に任せときな。まだ立ち止まれないからな。まだ青汁のおまんじゅうが残っているの。勢いつけた。出せない。出やっ！ちょっとだけ痛いのをお見舞いしますよ。焦らずに行きましょう。1、2、3。手加減しませんよ。ああ、これが未来のアマンサー社長の力。おいで。カロリーなんて言葉忘れなさい。くそ、まあ私にかかればこんなもんよ。これ全部収集クエストクリアです。6節やって、これで全部クリアのはず。皆様来た来た来た。ラジオランプです。僕はマッチ。
頼むよ。はい。うん。学校暮らし。ありがとうございます。ええ、そうですよね。ふむふむ。まったく。でも、そうですよね。入ってる。もう、そういえば、え、そうなの？へっへん。ところで。終わりか。ここが本格的なイベントなんでしょうね。中途半端な形で終わっているように見えるけど、伏線なんだろうな。今のおすすめ。こっちは今だけ。ちょっと足りないものはないはず。158だったら何も交換できないからな。こっちは今だけ。ちょっと無理は、何も交換できないかな。コインぐらい。でコインそんなにいらないしな。また来い。しっかり練習すれば不安も吹っ飛び。すみま、ありがとうです。とても助かりました。私が頑張らなくちゃ。少し助かっちゃったね。アマウさんの従業員にならないなんてね。日に焼けやすいので日差しがちょっと心配です。
つみきさんたちの暮らした大丈夫だよ君たちならつみきさんたちのクラス担任さよしちょっとこれをやるかな残りのお仕事もあとはちょっと打足ですでもスタミナ残ってるんで残ってるだけやりましょうまあ、トルクがいれば大丈夫。やられる前にやっちゃえ！痛いよ！どうだ？まだ残ってる。やっぱり強いや、こいつ。ほら、手伝ってやるよ。モノハの刃。いろんな薬を混ぜてみたよ！立ってられるかな？取れない。負けませんよ。もう逃げられませんよ。強っ。勝利です。ヒニャの出番なかった。これじゃちょっとフィンネルがかわいそう。いきなり電話を作ってあげましょう。目にもの見せて差し上げるわ。私の邪魔をしないで。魂こっちの体が健康一滴。おっと、来た。サポートする。ほら、手貸すから頑張りな。怪盗ランマを立つ。そしてもうやりましょう。この一撃を。あの方に捧げましょう私の力をフェンネル最近かまってやる任務が済んだら旅行2人で行くかだから早く帰ってくるんだアルシーブ様に捧げられなさいもうそれだ最大戦力で一気に決めるアフターヌーン了解したまずは在庫を取り寄せ必要なものは台車とリーセットシャバとケーキスタンドし準備あとで提供するだけすごいこれはどうしたものかボン当然の結果わもうちょっとなんだよないや閉じるこういう時はっきり言えたらいいんだけどありがとうです。とても助かりました。ちょっとまだクリアしてないところを行きましょうそうなると A の狭間にいてのお
多分これ意外なとこクリアしてない、ないんですよね。あ、クエスト、ああこれがいいですね。私もご一緒させてもらおう。緊張してきちゃった。どうかな、聞いたかな。一気風に行く。守りもしっかりしなきゃ。健康一滴。助けれない。この私が盾となる。やめて。お願い、間に合って。スリルがありますね。私から行きます。伊達跡。皆さんのおかげです。レベルアップ。ユーザーランク75です。すみません、ありがとうございます。すっごく助かりました。日に焼けやすい。アビリティツリーって何だったっけ。アイテムっていうのがいるみたい。60になってる人は結構いるんですよね。これで私も少し。あ、ハッピー。こんな私でも、おっ、おし、もう何でもこ、
まあまだいいか。このぐらいまでアップしときましょう。こんな感じで、今回ハルハ椿ゲットできました。ランクも75に上がって着実に前進です。さあ次回から夏の新イベントお届けしたいと思います、ここまでお付き合いいただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録高評価お願いいたします。ブログツイッターやっております。説明欄にアドレス記載します。よろしければ見てください。この動画最後の20秒で関連動画動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。